ご視聴ありがとうございます。スポーツピックです。 Days Gone、 今回もダリルでストーリーの続きやっていこうと思います。サラと一緒に、無事キャンプに帰ってきたところから今日はね進めていこうと思います。ダマシューの演説始まっておりますが、ここら辺カットしてもいいのかな、どうだろうね。そう、ドックをね、あのテイラーが薬のせいでまあラリっちゃってね、撃ち殺しちゃったという事件が発生したということで、まあ最初はですねテイラーを探すミッションの方進めていこうと思います。そしてそろそろまあこっちに南下してきて、今までできなかったミッションとかがいろいろできるようになってますので、まあリーチャーが出てくる洞窟とかそういったところもリクエストいただいてますので、そちらの方も動画にしてあげていこうと思いますので、ぜひご視聴の方よろしくお願いします。ダリルでストーリー上ではあのクロスボウの炸裂ボルトを主に使用してですねサクサク進めていきますので、まあ、特殊な縛りプレイ等は動画の方を楽しみにお待ちいただければ幸いでございます。我々は大量の本や資料をアークに保管した。医学関連の雑誌や本や辞典も山ほど集めてきた。だが戦いが終わった後誰がそれを理解できよう。雑誌は替えがきく、本や辞典もまた探せばいい。だがドックは我々の意思には代わりがいないのだ。これから彼を悼む。諸君もそうしろ。以上だ。では長い演説が終わりました。まあお決まりのマシューの演説ちゃんと聞きました。敬礼。ではですね、テイラーを探しに行くミッションやっていこうと思います。こちらセントジョン校長だ。クールだ。ああ、俺はテイラーの後を追った。他にも追わせているが大佐はご立腹だ。だろうな、ロックはいいやつだった。ヒメネス隊員はキャンプ唯一の医師だった。テイラーはスキーロッジに向かうと言ってたんだ。そこに行って奴を探してみる。見つけたら知らせろ。大佐は生け捕りをご希望だ。そうか、了解。また後で。やばい、前方に分かっているけど止まれません。ジューシー、あ、そしてサンタフェ、あーサンタフェ、そしてジューシー。大佐、セントジョン。よし校長。ああ、今クーリ隊員が囚人の回収に向かっている。奴は明日公正な裁判を受け、日暮れには公死刑に処される。公正な裁判。人は誰しも公正な裁判を受ける権利がある。そして公正に吊るされ死ぬまでな。そうだ。ああ、はい、大佐の言う通りかと。失礼します。ではまた。でテイラー追いかけようと思ったんですけど、ブーザーのねミッション入ってきたんで、ちょっとブーザーのねミッション行きましょう。ブーザー、俺だ、応答しろ。ロストレイク、聞こえるか。リーク、お前なのか。音が途切れてよく聞こえねえが、今どこにいる。クレーターレイクの南側にいる。それで、その、実は連絡が取れてよかった。俺はてっきりもう戻ってくるのかと。いや、まだいろいろあってな、しばらく無理そうだ。今は、その、なんだ、お前たちがどうしてるのか様子を聞きたくてな。まあとりあえずは問題ねえよ。ところで新しい警備主任は誰だと思う。まさかお前。そのまさかだ。腕が一本しかなければ大した問題も起こせねえって思ったんだろう。まあとにかく様子が聞けてよかった。ああ、また連絡してくれ。ああ、そうする。それではミッション完了。様子を聞きたくて、まあブーザーの元気そうなね無線が聞けてよかったです。それでは今度こそテイラーをね探しに行こうと思います。ダ
綺麗な雪景色最高っすね。テイラ、一体どこにいる？よし、調べてみるか。ではスキーロッジにいる野党を全て排除しましたので、テイラーを探しに行きましょう。テイラー、リーコンセイントジョッカー、調子はどうだ？しくじっちまった。殺す気はなかったんだ。あそこにいるとは思わなくて。ドックはいいやつだった。あんなに俺のことを助けてくれたのに。ほら立て。嫌だ、釣られたくねえよ。釣られたくねえよ。嫌だ。おいテイラー、引け。またまた暴れた。クソ漏らして、あいつらが見てるんだ。笑いながら笑ってたぞ。そんなの嫌だ、釣られたくない。頼む、それだけ嫌だ。クソ、頼むよ。分かった。セントジョン、ここだ。オーバードーズだ。ああ、クソ。外へ運べ。どんな奴であろうと、フリーカーに私はしない。大佐は相当お怒りになるな。どうだ、見つけた時には死んでいました。オーバードーズで。薬はほとんど回収しましたが、全部じゃない。この世界はすでに堕落と腐敗に満ち、愚かで無情なもので溢れているというのに虫唾が走る。診療所に持って行け。次は麻薬中毒のやつなど割り当てるんじゃないぞ。はい。リーコン、いる？サラよ、応答して。ああ、サラ、いるぞ。なんだか嬉しそうだな。うまくいったの。あの DNA 合成機を見つけてくれたおかげよ。ついに血清を試す準備ができたの。そりゃ、すごいな。何をすればいい？会った時に話す。じゃあまた。待てよ、生きたやつを捕らえるのか。死んだのじゃ実験できないでしょ。はい。なんだこれ。
特殊な鎮静剤を戻るまで眠らせることができる。あと一歩なの、リーコン。これが決め手かも。了解。リーコンいる？ああ、ニュートを探しに行くとこだ。よかった。いい、特定のニュートが必要なの。おい、ちょっと待て。特定だと？ここから南のリムドライブに古い別荘があるの。今は感染した子供が住み着いてる。ニュートが。分かった。着いたら無線で連絡してね。じゃあ。別荘暮らしのニュートどもか。そりゃ見物だ。セントジョン、いるか。タイ、今ウィテカー少尉の任務中で手が離せないんだ。分かった。終わったら連絡をくれ。ビーバーの兵器を試す。待ってるぞ。まずい、ウィーバーの兵器はもう完成しちまったのかよ。サラ、着いた。いい、赤いシャツを着た女の子を探してくれる？シャツには確か何かの文字が書いてあったはず。ここはまだ大佐に焼き払われてないんだな。手を出さないよう頼んだの。何ヶ月も子供の感染者の血液試験をしてて、血清に必要だから。そうか。ああ、他を殺さずターゲットだけ連れ出す方法は？わからない。できる限りやってみて。赤いシャツの子が必要なの。無限だからこそできる。ニートを狙い撃ち。ニートじゃなくてニュートね。1000円徴収。あ、赤いやつ見つけました。はい、確保。ご希望通り捕まえたぞ。ふざけんな。マジかよ。ああ、タイ、小便かけられちまった。ああ、大佐はペットを飼うことを禁じてるぞ。少尉が生きた被検体が必要だって。仲良くやってるみたいじゃないか、ウィテカー少尉と。仕事を頼まれてるだけだ。一線だけは超えるな。大佐は下士官と将校の恋愛関係を禁じてる。ああ、もちろん。トラブルの元だ。ああ、続けろ。了解。さて、手を貸してくれ。ちょっと待って。鎮静剤効いてないぞ。仕方ないじゃない、相手はフリーカーよ。正しい投薬量なんてわからないわ。ほら、そこ持って。行こうか。よし、入った。これがうまくいけば。どのくらいかかる？あと数秒。抑えて。死んだ。嘘だろ。すごいな。何入ってるか知らないが、効果抜群だったな。もう！待て、それって生物兵器じゃなくて。おい、まさか直そうとしてるのか。私、クローバーデールの元々の細胞株さえあればウイルスから抗体を作って、逆に働く薬を作れないかなって。そんな。でも失敗した。
あんなに苦労したのに全部無駄だったなんて。私には救えない。元に戻してあげたいのに。だったらまた一からやり直せばいい。今のを見てたでしょ。あの子の全身の細胞が一気に爆発したのよ。だからやめちゃいけないんだ。あの子って呼んだから。俺は奴らを散々殺してきた。でもあれが誰かの子供だったなんて一度も考えたことない。俺の知り合いもそうだ。その子も奴らを病気の人って呼んでてな。おかしいと思ったが、サラと考えが同じなんだな。私もおかしいって。そうじゃない。この2年で会った中で一番まともなんだと思う。サラを失った時のことをよく思い出す。でもそれはヘリに乗せた時じゃなくて、その次の夜のことなんだ。ブーザーと一緒にヘリが向かった難民キャンプまで行ったんだが、着いたらフリーカーだらけで、ヘリは燃えてるし大勢の悲鳴が聞こえた。だから戦って勝ったが、残されたのは死体だ。そこら中に転がってた。俺は全員の顔を確認して回った。1000人以上いただろうが一人残らずな。サラを失ったのはその時だ。ブーザーらしく、そこから2年間荒れてた俺の面倒ばっか見て、でも俺には全部どうでもよかった。そしたらある時、ネロのヘリが飛んでるのを見かけて、何かがブチ切れた。全部クソくらえってな。サラが生きてるなら必ず見つけ出して一緒に自由に生きてやるって。俺は民兵なんかになりたくねえし、戦争もキャンプ暮らしもごめんだからな。じゃあなんでまだここにいるの。お前のためだ。こうして一生懸命頑張ってるのに離れられない。みんな生き延びるのに必死なのに、お前は世界を救おうとしてる。まったくうまくいってないけど。失敗してもまた立ち上がってやり直せばいい。クローバーデールに戻るぞ。連中の研究についてもっと調べるんだ。一緒にやってくれるの。ああ、もちろんだ。サラができると信じるなら俺もやる。諦めるな。北に行く。そう、北に行くの。物資を集めに行くって言って。でも戻らない。ええ、逃げるの。大佐に捕まったら処刑されるわ。その時は一緒だ。少尉。ええ、伍長も大佐が呼んでる。今行く。荷物をまとめておけ。ありがとう。いえ、少尉。セントジョン伍長。大佐。一緒に来てくれ。準備はいいか。ああ、はい、大佐。準備万端です。ああ。いつでも行けます。これは一体何ですか。ウィーバー少尉の武器が完成した。これから試してもらう。そういうことだ。大軍を吹き飛ばすぞ。あ、伍長、何か問題でも。いや、そんなありません。ああ、いいですね。早速出発だ。よっしゃ、そう来なきゃな。諸君、新たな時代の幕開けだ。頼んだぞ。ウィーバー少尉、いいか。はい。よし、これから。大尉はここに残ってくれ。俺が一人でやる。何、死にたいのか。いや、だから一人で行った方がいいんだ。
ウィーバーの火炎瓶はすごい威力だが、二人だけで大軍を一遍に倒すことはできないだろ。だから俺が注意を引きつけて奴らの数を少しずつ削りながら死ぬ気で逃げ回る。それで罠でも仕掛けて動きを鈍らせれば、あとは一気に片付く。まとめて吹き飛ばすだけだ。いいか、二人で行ったとしても混乱するだけだ。お互いに敵をぶつけ合っちまう。だからあんたは残ってここから見張っててくれ。俺がしくじったら乗り込んで救助を頼む。ん？他に作戦あるか？いや、ないな。それではですね、今回はこの辺で終わりたいと思います。次回はナパームの威力を試すためにチェモの大軍を倒していこうと思います。それでは本日も最後までご視聴本当にありがとうございました。ボスビッグでした。さようなら。Tell me what you want, tell me how you want it, tell me